はい、皆さんこんばんは。こんばんは。また何ですか？僕ら釣り大会しましたよね。はい。で僕らね惨敗したんです。すいません。チャンピオンの方から、はい、罰ゲームをお前らしてこいと、負けたんだろうと言ってこいと、敗者は怖いところに行けということで、はい、罰ゲーム執行のために、今から向かうんですが、はい、その場所がなんと91怖いところ。津金の落としです。津金落としの滝ですね。津金落としの滝ですよ。はい、有名ですもんね。めちゃめちゃ有名ですよね。ああ。行ってだって何するんですか？いやだからとりあえず罰ゲームなんで、滝のとこまで行って、うん、まあ一人定点っていうことで。無理。でちょっと一人で。まあそれやんないと。いや、どっちがやるの？いや、それは。聞いてないんだけどどうかしてるでしょ。帰ってこれないかもしれないんで、今のうちにチャンネル登録と、はい、高評価ボカンもう押しといていいね。ボカン、いやもうすぐ言うんで、もうボカンでいきますから、もう高評価ボカンと、はい、ベルマークもね押してもらえたら、はい、助かりますのでよろしくお願いします。もう帰り言えないかもしれないから、本当エンディング取れんかもしれんよね。そういうことですよ、状況的にね。そういうことです。皆さん見とってよ、ちゃんと怖がけん見とってよ、一緒に。本当よ、一緒によ。何があるか確認してください、皆さんで。はい、それでは行ってきます。行ってきます。はい、それではまず入り口ですね。これ最初なんか細いこの橋みたいなところっすよね。この先にトンネルみたいなとこありますよね。はいはいはい、あります。はい、じゃあこれまず行ってみましょうかね。行きましょう。ここはまあ大丈夫でしょう。山なんですよ。山の感じなんですよ。子供の時来てましたよね。うん、長崎人ならね、みんな誰しもが来たことあると思います。これでこのトンネル見えてきました。はい、トンネル見えてきました。津金落としの滝見えますかね、皆さん。結構暗いんですよ。写真撮りましょうか。またここでちょっとそこの入り口に立ってもらって津金落としの入り口ですね、ここ。はい、写真をねちょっと撮りたいと思います。それでは行ってみます。トンネル響きますね、声が。わあ、ジメジメしてる。あ、電気ついてる。本当ね、これ人工的なトンネルね。これはもう人工ですよね。あ、でもこんな結構短かったですね。ここから山です。山道に入ります。後ろこんな感じです。見えましたと。ここから山道ですね。見える、虫いっぱいいそうやな。虫がすごいですね。まあすごく雰囲気は。すごく雰囲気がありますね、やっぱり。なんだかですね。はい、近いんじゃないですか。滝の音聞こえてます。なんかいますね。なんかいますね。なんかいますね。なんかいましたね、今。動物ですね。動物でしたね。動物がいます。すごい。なんだ、タヌキかもですね。早いのよ。早いのよ。あ、バック。蜘蛛の巣すごい、ほんと危ない。まだ結構登る感じだったんじゃ。うわ、結構滑る。そう、滑るわ。あ、なんかでも明かり見えません？見えますね。街灯か、街灯か、街灯。なんだろう、言うてここですよね。でもこの辺で泳いでませんでした？あ、泳いでた、泳いでた。降りたところへ。そうですよね。この辺ですよね。ちょっと今ゴツゴツ階段なんで。なめくじでかく。なめくじ。これなめちゃん。いやこれもうもののけやろこれ。こんなんか休憩するところですよね。はい。津金って読むのかなこれ。違うんじゃない？津金なんだよ。違うの。こういう感じなの。になるんです。こっから行きますよね。こんなのですね。触らない。2円とかね、これ。本当？こっから。はい。1分停止。例の？はい。10分間でいい。どこでやるの？ここ。はい。怖っ。いや。本当に？はい。ちょっと準備します。呼びに来てよ、ちゃんと。呼びに来ますんで。呼びに来てよ。はい。ではね、今から10分間、マー君が所有定点をね、行っていきたいと思います。はい、今マー君ね一人定点をしてるんですが、言うて僕も今一人ですね。さっきの休憩所、はい、ベンチとかあるところに今一人で、はい、マー君を待ってます。今ねマー君定点してるところでね、近くにちょっと小石を投げようと思って行きましょう。皆さん好きでしょ、こういうドッキリ。あとあそこですね。あそこにいますね。見えます？電気がついてる。向こう光りたいてるんで、こっちのこと多分全く見えてないんですよ。マークに当たらないように小石をね投げようと思うんですが、もしかしたら滝の音で聞こえないかもしれませんね。多分何かに反応したらライトがこっちをパッと照らすと思うんですよね。右の方のライトがマー君、左が定点の、はい、ライトですね。でやってみましょう。3、2、1。見てます、皆さん。見てます。確認してます。上かなって、上なのかなっていう。下、どこ？こっちから聞こえたよねっていう。確認してます。上かなって、上なのかなっていう。下、どこ？こっちから聞こえたよねっていう。時計確認してますね。戻ります。戻ります。はい、反応しましたね。反応してたでしょ、今のどっか。確実に反応してますね。戻ってきてます。戻ってきてますよ。皆さん、ちょっと見てください。戻ってきてます。戻ってきた。戻ってきた。カメラ持って戻ってきた。まだ立ってないよ。立ってますか？ちょっとじゃあ一回。はい、ってことでね、マー君定点リアルだったわ。嫌でしたやっぱりね。やっぱりなんか雰囲気がねちょっとあれですもんね。なんか途中で「あーわ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 ー」ってなんか鳴った時があって、すごくよ。で耳鳴りみたいな、なんかでもなんかワンチャンこうザーって言ってるから、まあ滝の音がね、えっ何これ、人の声っぽくも聞こえたりとか、そう、うわーわーみたいな。いやなんかちょっとすごくそこから嫌な気持ちになって、時計ずっと見出したりとかしてるんですよ。そこから、あ、それ停電に映ってる、なんか時計見出したりしてるんです。マジえ、何これみたいな、後ろとかみたいな、ああそう、なんか違和感があって振り向いてるってことでにしてます。上かなって、上なのかなっていう、下、え、どこ、え、こっちから聞こえたよねっていう、時計確認してますね。帰りたい、帰りましょう、帰ろうってことでね、まあこれでまあ罰ゲームは執行したんで、はい、やっぱここ人亡くなってたりとかするから、いやいやそうなんですよ。結構な、毎年いるっすもんね。まあね、こう川遊び、海遊びもそうですけどね、釣りなんかも、まあ、安全第一で皆さん、はい、命を大切に、安全第一で、はい、遊びましょう。間違いないですよ。間違いない。それが一番です。まあ僕はもう何かもしいるんだったら、僕はもう何事もないようにこうちょっと普通にこう対話して、こう対話、こう離れていこうと思ってます。対話って対話って、そうこう、いや何と対話するという、その何かと何かがいるんだったらですよ。対話って対話って、そうこう、いや何と対話するという、その何かと何か。ジメジメしてるね。これ人工的なトンネルですね。これはもう人工ですよね。うん。これ人工的なトンネルですね。これはもう人工ですよね。うん。これはもう人工ですよね。また動画を見てください。よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様です。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また動画を見てください。よろしくお願いします。お疲れ様です。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もうわからん。帰る。